はい、どうも皆さんこんにちは、コロシアです。はい、というわけで今回は欅坂467枚目シングルアンビバレント開けていきたいと思います。今回僕が買ったのはタイプ C とタイプ D になります。まあ早速ですけども開けていきます。はい、というわけで、ね、袋を取りました。じゃまずタイプ C から開けていきます。はい、というわけでそれではタイプ C の方開けていきたいと思います。さあ誰が出るのか。まあ漢字欅だとまあデチかズミコ、まあ、ズミコも卒業しちゃうんでね、最後ぐらい引きたいんですけど、まあ、ひらがないとまあニブちゃんとかかな、2期生やとね。ではいきまーす。ドン、おう、金村美久、ひらがな2期生ですね。みんなは美久を押すしかないですね。じゃあ次タイプ D 行きましょう。さあ誰が出るのか。両方押すしかないや。いや2枚しか買ってないのに被ることなんかあるんですね。いやちょっと、まあね、まあ、引き悪くはないんですけど、まあ、2枚も被っちゃうとちょっとね、あれですけど。はい、ということでね、また今回も推しは残念ながら引くことはできず、しかも2枚かぶるっていう、まあ一応同じのじゃなかったんで、引きと全身のやつと半分のやつですね。何種類だったんですかね、4か3ぐらい。まあね、まあね、さあ簡単に推しは引けないですか、さすがに。まあしょうがない。まあタイプ C と D だけだったんでね、あれなんですけど、まあ全額はまあ12月なんで、それまでにお金を貯めてね、まあその日会場でまあもう1枚か2枚ぐらい買おうかなって考えてます。それではまた次回も見てください。それではさよなら、バイバーイ。やっぱりね、でもズムコ卒業っていうのは悲しいですね。やっぱりその誰かね、いつかは卒業していくって分かってても、やっぱりほんまに卒業するってなったらやっぱ悲しいもんですよね。まあまさか最初がズミコやとはずっと思ってなくて、まあまだ卒業もまあ大丈夫やろって思ってたんで、そこでまさかの発表だったんで、ちょっと本当にあの時はショックでしたね。21人のパフォーマンスはね、もう見れなくなるっていうことで、やっぱそこは悲しいですよね。やっぱね、今も学童で休んでる子もいるし、まあいろいろあって休んでる人もいるんですけど、やっぱ最後ぐらいは21人全員揃ってのケアかけとかパフォーマンス、音楽番組出てね、そういうのを見たかったなとは思うんですけど、まあね、学業ということで、まあそれは、まあ無理なんで、しょうがないなって思います。まあね、次、今度、今もショールームで、あれもやってるんですけど、まあ、2期生入ってくるし、まあどんどんこれからもメンバーがね、少しずつ入れ替わっていくんかなって。やっぱりね、でも2期生が入ってくるってしても、やっぱり多分もう21人のパフォーマンスみたいなとはずっと思ってるんでね。まあね、しょうがない。まあ、多分みんなね、思ってることは一緒だと思うんですけど、まあ2期生、漢字欅2期生もね、どんな子が入ってくるかわかんないんですけど、まあ期待して、
待していきましょう。乃木坂もね、もう4期生が入ってくるってことで、まあ4期生が入ってきてもね、まあ大島玲乃ちゃんのままで変わんないんですけどね。まあ漢字も、まあテチはまあ変わんないですね。2期生にまあどんな子が来るか分かんないんで、ね、まあ変わりはしない、増えるかもしれんけど、2期生の中でまあそんな感じですかね。それではまた今回はこの辺で終わりにしたいと思います。また次回も見てください。それではさよなら。バイバーイ。